横浜の修羅に捨てたするち社に聞くならし踊りにの中らさ未来を起きつるよ見よ修羅よ
盛大な拍手ありがとうございます。横浜エイサー沖鶴と申します。ここ、全国ふるさとフェアにですね、やってまいりまして、本日沖縄の、伝統芸能エイサーを演舞させていただいております。私ども横浜エイサー沖鶴はですね、横浜を拠点に、今年で、鶴見で発足しまして、鶴見はですね、沖縄の、方々がたくさん移住されてきて住んでいて、とても、まあ、横浜の沖縄タウンとよく言われるんですけど、その沖縄タウンで、10年前に発足しまして、今年10周年をね、迎えました。現在は横浜を、拠点にですね、いろいろなところで演舞させていただいております。本日は短い時間ではございますが、沖縄の、風を感じていただければなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、エイサーというのはですね、沖縄の、まあ、いわゆる盆踊りという申しますか、お盆に、旧盆に行われる、ものでございまして、3日間、旧盆の3日間、1日目が、運慶、2日目が中の日、そして3日目、ウークイ、お送りすると、お迎えし、そして、慰め、お送りするという、その3日間の、中で、このように太鼓と、歌と三線と踊りで集落を練り歩くというですね、沖縄の特に中部、沖縄市を中心とした中部地方で盛んに行われている、芸能でございまして、今ではですね、もう全国的に波及して、もう全国にどこ行ってもね、どこの、行っても沖縄の、そのエイサーのチームがあるというぐらいにね、今人気、大変人気がありますけど、我々も、横浜に拠点を置いて、沖縄の伝統芸能を好きな、ね、人たちが集まって、やっております。というわけですのでですね、この あとまた、だんだんテンポが上がってまいります。テンポが上がっていくとですね、沖縄の、言葉で言いますちむどんどん、ちむわさわさ、していきまいります。ちむどんどんっていうのはね、こうなんていうの、いても立ってもいられなくなるみたいな感じ、心がわさわさどんどんしてきて、もういても立ってもいられなくなる、一緒に踊りたくなる、そういうようなことで、ね、沖縄の方言ではちむどんどん、ちむわさわさというんですけれども、踊りたくなったらぜひ一緒に踊っていただければなと思います。遠慮なく一緒に踊っていただければなと思います。そしてですね、最後はですね、カチャーシーという踊りになります。沖縄の芸能はいつもこのカチャーシーという踊りで締めます。もう嬉しい時も悲しい時もこの踊りでね、福を呼び込もうよ、また明日から元気に、頑張ろうよというね、踊りでございます。カチャースというのは沖縄の方言で、かき合わすという意味です。空をかき合わせて福を呼び込んで、空にある木をいっぱい取り込んで福を呼び込もう。そして今日ここにみんな集まった皆さんが、みんなが、幸せになって、ますます明日からね、幸せになれるようにという踊りですのでですね、ぜひ一緒に皆さん踊っていただきたいんですが、踊っていただけますか？踊っていただけますか？踊っていただけますか？全員が言うまでやりますからね。全員が言うまでやるんですけどもね。はい、ちょっと練習します。難しいことは何もありません。手を高く上に上げてみましょうね。四十肩五十肩の方は無理しないで、右手の手のひらを右、そして左手の手のひらも同じ方向を右に向けます。そして扉をガラガラガラっと開けましょう。手のひらを返して閉めましょう。また手のひらを返して開けましょう。手のひらを返して閉めましょう。あ、うちの会長どうしたのかな。うちの会長飽きたのかな。はい、ルールはそれだけです。女性は少しこう品を作って色っぽく、できる範囲で色っぽく、男性は拳を握って男らしくいきましょう。ビシッと、ルールはそれだけです。あとは、カゴメのケチャップをかき混ぜるように、うまいこと言ったな。まあ俺だけだな、感心してるの。ね、ナポリタンをかき混ぜるように、皆さん一緒に空をかき混ぜて福を呼び込んでいきたいと思います。このテンポが聞こえたらカチャーシータイムでございます。そしたら福を呼び込んでまいりましょう皆さん。そしてですね、幸せな気分になって、帰っていただければなと思います。まあ午後ね、このいろんなブースありますので、そして我々も沖縄ストリートの方でもね、沖縄ライブこの後もありますんでね、そちらの方も楽しんでいただければと思います。それでは後半、会長は準備をしておりますが。会長大丈夫かな。はい、それでは後半、メインオブ節から参りましょう。手拍子、足拍子、ご協力をお願いします。そして踊りたくなったら遠慮なく踊ってください。
行きましょう。それでは豊高君に上げて空をかき混ぜて雨を吹き飛ばしていきましょう。Cheers.
いただければと思います。そして3時から、私の、ライブのステージが沖縄ストリートの方でございますので、そちらの方もよかったら、遊びに来てください。どうもありがとうございました。